サッカー部あるあるイエーイ。さあ、僕たちはなんと、はい、どっちもずっとサッカー部だったんですね。ですよ。結構珍しいっちゃ珍しいよね。だし、2人とも多分10年以上やってますもんね、そうなんだよ、ね。うん。それ結構珍しいと思いますので、うん、まあ別にね、上手い下手じゃなくて、はい、長いこといたっていうことで、そう。そのサッカー部あるあるは知ってます、正直。うん。かまいたちさんが、はい、芸人あるあるで、なるほど。作ってたから、はいはい、ちょっとサッカー部あるあるで、僕たちはね、恩返ししようかなと思います。サッカー部にね。そうですね、あとかまいたちさん、ね。あ、かまいたちさんにか。かまいたちさんにサッカー部あるあるで恩返し。まあそうですね、強豪校から見えるあるあるもありますし、あ確かに、ね、弱小校から見えるあるあるもある。僕が強豪校で、うん、ナカルティンが弱小校ね。そうです、だいぶ弱小校でしょ。だいぶ弱小校です。笑っちゃうぐらい。でも、楽しそうだけどな、本当に。やっぱサッカーで別に部活だったら強い弱いって、あんま関係なく全員楽しそうだよね。うん。サッカー部ってみんな楽しそうだよな。楽しい。というわけで、そのあるあるを。はい。とりあえず、あいうえお。あから行くか。俺ね、あは1個持ってんだよね。あ、あるかな、なんか。俺いいですか。うん。あ、明るいスパイク履いてるやつ、フェイント多い。そう。サッカー上手いじゃないのよ。フェイントが多いのよ、なんか。うん、サッカー集、ゴール集とか、うん、すごいプレー集でいっぱい見て、うん、そのフェイントばっかり覚えて、うん、相手を実際抜くまでいかないっていう。あるわ。それはね、うん、やっぱちょっとね、スパイク明るいやつなんですよね。特になんかその、うん、軽いスパイク系って明るい色が多いんですよ。そう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 。まあスパイクの皮が天然と人工があって、そうそうそう、まあどっちも良さあるんですけど、うん、人工はね、俺たちがね、高校時代にできだした。中学時代に。いや、そんぐらいですね。そうそうそう。人工川ができだした。マーキュリアルとか。そう、マーキュリアルとかが出だして、でそれはね、もう速攻洗えんの、もう。信じられない。天然は洗えないんだけど。そうそうそう、うん、洗えんの、びちゃびちゃ洗いながら。でもそれは派手な色が多かったんだよね。そうですよね。で軽いし、軽いで、だからなんかそういうやつは派手なのが好きなやつは派手な技が好きだから。いやー、そうそうそう。だし、あと足がめっちゃ速いやつとか。ああ、そうね。だからセンターバックで、うん、派手なスパイク履いてるやつ俺一人も見たことない。いないっすわ。センターバックはもう天然の、モレリア、モレリアとかパラメヒコとか。あ、そうそう、もう足に馴染むやつね。そう、しか履いちゃいけない。なぜかね。確かにな。スパイクで言ったら、うん、その新しいスパイク下ろした日、うん、ミスると気まずい。あ、出たね。あ、そっち？あ、確かにミスるね。まあね、新スパって呼んでた。みんなに踏まれるもあるけど。新しいスパイクのこと俺ら新スパって呼んでたんですけど。確かに新スパでミスってるやつ見てらんないな。うん、そう、ただそもそも初踏みって言って、うん、新しいスパイク履いてきたやつはなんか皮を鳴らすみたいな、そう、変なルールで、周りのやつから顔踏まれんのよ。あと、怪我しないようにとかも。ああ、そうそう。全然信じられないんですよ。なんで踏むんだよって俺思ったけど。でも俺、スラムダンクでもやってたんで、多分全スポーツにあるんだ、あるんだ、うん。グラウンドに出てきて、みんな集まってきて踏んでますよ、ね。ああ、そうそう。踏まれるんですよ。うん、でも俺、友達少なかったんでね、うん、全然踏まれなかったんです、僕は。ああ、そんな友達もいなかったんだ、その踏んでくる。いた？逆に。踏まれてた？あ、僕結構踏まれてましたよ。てか、お前は逆に、そういうの関係なく踏まれたもんな。そんなことないって。これ初踏みっていうのを覚えてる。あと新スパね、新スパ、新しいスパイクのこと新スパって言うんでね、うん、それは僕が言ってなかったです。言ってなかった。じゃあ俺らだけど、あとまあ普通に朝練で12分間走する。中学のサッカー25分じゃないですか。うん、それの半分を全力で走らないといけないから。ああ、なるほど、ね、12分間走っていうやつやってたんですよ。へえー、それは結構本気で走るの？これはちゃんと走る。おい、12分間走。俺らは、うん、倒れるまでダッシュ。強豪校。強豪校は吐くまでダッシュ。うん、はい、スタートって言って、うん、もう全力疾走、コートをこう。あ、それそんなもあったな。で、限界が来るまで。限界が来るまで。頼むから全員、うん、誰か一人まず脱落してくれと思ってる。ああ、なるほどね。誰と終われないから。はいはい。でもなんか走る系で言うと、こう一列並んで、うん、ハーフコートかな、うん、それかフルコートの横をダッシュして何秒以内に全員ゴールしたら終われるみたいなやつありませんでした？多分ね、やっぱ練習方法になったら違うんだろうな。うん、そうかそうか。練習を実はあるあるあんま関係ないかもしれないですね。はい、いい、行きましょう。はい、1年は練習終わった後、嘘だろってとこまでボール探しに行くときある。あ、わかるわ。田舎も、田舎だったらそれね、そうなんじゃない、余計ね。コートが広すぎるとこともそうだけど、あとなんか本当に、都会でももう建物の隙間とか、そう、多分あるよね、入ってるから。はい、ありますよね。で、だからその練習中に毎回取り行くとあれだから、うん、あっち飛んだときとか、こうなんとなく覚えといて
ああそう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 、1年がね、あそれあったわ。ああ今あっち飛んでったとか、あっち飛ばしたとか、うん、そうそうなのよね。練習中は取り行けないから、取り行けるっちゃ行けるんだけど、うん、マジでボール少なくなったら取り行くけど止まっちゃうから練習が。じゃあさ、こうグラウンドって大体学校のこう端っこの方なんか速攻っていうか、こう水が溜まるとこあるじゃないですか、うん、ある、うん、あそこにあるならいいんだけど大体ね、はい、であそこ探し行ってでない時、めっちゃ探してたここにある木の中にある時とか、ああなるほどね、あるんですよね、そうね、うん、大変だよねサッカー部、ね、大変ボール拾いは意外と見つかんないんだよね。そうで、そうなったらさ、もっとボール小さいさ、うん、野球部とかテニス部とかもっと大変だったりするんですよね。うん、練習始まる前にボール何個か数えといて、うん、で終わる時にそれがないとダメだから、これ数えてた、確かに数えてたわ、うん、数えてた、今日何個出したかとか。そう、小学生の時ね、うん、あ、私やってたわ。やってましたよね。で最後1、2って数える係がいるんですよ、うん、そうボールをね、うん、そいつ楽なんですけど、楽数えるだけだから、うん、だからそれ以外はトンボかける、グラウンド整備するか、うん、ボールを探すで見つけたらみんなで、最後の1個見つけたら大盛り上がり、大盛り上がり、うん、帰れるから、帰れるから、あったなこれ、サッカーもある。でこれその、うん、遅くなればなるほど、うん、暗くなって探しにくくなるっていう最悪の状況で、そうなんだよな。じゃあいいボールは取り合いになるとかあるよね。あ、いいボール取り合いになる、綺麗なボールとね、ちょっとだいぶ使われてるボールがあるんですよ、うん、で綺麗なボールの方がなんか軽いし飛びやすいし、そうそうそう、あるんで足もあんま痛くないんだよね。あ、そう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 、だからいいボールをね取り合ってましたね。いい、意外とパワープロやってます。野球部はウイイレやってる、そう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 、意外とパワープロやってるし、意外とパワープロやってる、いいか。野球部ウイイレ強いんだよね。うん、体育の時も、うん、その逆のやつやりたがる、そう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 、あとサッカー部の顧問、そのウイイレのことを悪く言いがちって。あるある。ウイイレじゃねえんだからってなんかやるたびに、そうそうそう、 いいだろ別にゲームの、もう楽しいゲームなんだから、うん、俺ら思ったけど、なんかあるんだろうな。あるある、うん、ウイイレなんかやるなっていう、そうそう、そういう人もいた先生。でも逆に他の高校には、うん、こう雨の日はウイイレをやれっていう先生もいる。あー、いたいた、うん、多分あれモチベーション上げるとかの、うん、みんなね、かたくなりね、FIFA やらないんですよ。さっきから別のね、海外でめちゃくちゃ有名な方のやつはやんないんだよね。うん、FIFA ね。ウイイレばっかりやってたよ。ウイイレは、あ、もうウがウイイレでいける。ウイイレばっかりやって、ウイイレはやるけど FIFA やらないっていう、うん。あ、これめちゃくちゃコミタルですよ。ウイイレで言うと、うん、なんか僕選手の見た目とかめっちゃ変えれるじゃないですか。そうね、ユニフォームとかも全然違う色にして、うん、髪型も全員モヒカンとかにしたんですよ。それで、あ、これ面白いなみたいな、うん、確かにやるよ。ある時に2年の先輩来て一緒にやってたんだけど、なんかその人サッカーめちゃくちゃ好きだったから、うん、お前何してんのこれってすげえ怒られた僕。大変だな、冗談通じねえやつなの。いいだろ、弱小校なんだから。楽しくやらせろよな。A 行きましょうか。エラシコで膝壊す。エラシコで膝壊すじゃねえよ。これね、エラシコっていう技があるんですよ。パパンみたいなやつで、ね、うん、あるんですけど、あれね、これね、多分ね、大人だったら多分大丈夫なんだけど、うん、体が出来上がってるから、うん、中学生高校生がまだ出来上がってる段階で、うん、結構膝酷使するんで、そう、結構ね、膝に負担かけるんですよ。でも中学生とか高校生が一番エラシコやりたいから、ね、そうなのよ、そうなのよ、ね、ロナウジーニョがやってたから、ロナウジーニョとかがやってたから。逆エラシコとかもあるんですよね、うん、高校だ、あの空中逆エラね、逆エラね。で空中エラシコもあったりするんですよ、ね、エラ、俺逆エラめっちゃやってたな、俺サイドバックもやってたから。いやでも僕やってなかったな、フェイントとかは。まあそれはうまくできなかったから。どういうプレースタイルだったの分かるって今。え、とにかく走りまくる。相手の中盤の一番上手いやつの周りをつきまといまくる。大事、本当にそういう選手は大事。削りまくる。もうエラシコなんてじゃあ二の次だな、うん。だってボール持っても別に怯えちゃうだけだもんな。やばい。ミスったらどうしようみたいな。うん、そうだよな。俺もう、俺逆にこの明るいスパイクじゃなかったけどフェイント多かったから。エラシコ、いつエラシコしようかばっかり考えてた。パスとかいいから俺いつエラシコしようかで考えた。エラシコで膝壊すじゃん。一応出していい、はいはい、あるから、はい、遠征についてくる、うん、意識の高すぎる親いる。あ、いるわ。審判のライセンス取る親とかいませんでした？いたなぁ。いた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 。めっちゃ好きすぎてね。でも俺の父親もだって柔道部だったけど、俺がサッカー始めたら普通にもうサッカー好きになったもんな。うん、やっぱ見ちゃうんだね。見ちゃったら好きになるんだね、サッカーってね。でもうほんと、その遠征とか送迎とかもマジだから、うん、キャンピングカーみたいなでかいやつで来るし、うん、いたいたいた、うん、てかキャンピングカー買ったみたいな、うん、そう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 、うん、
あと、てかその練習試合の時はなんか保護者の車にたまに送り迎えだよね。そうそうそう、当たりの車と外れの車があってまあこの、おじちゃんは必ずファミチキ買ってくれるとか、うん、アイス買ってくれるとかあって、あとそのオレンジレンジが流れてる、うん、これが当たりなんですよ。ハズレはね、もうなんかわけわかんない FM みたいに流してたとか、あとそのマジで矢沢をずっと流してる、まあ、ギリね矢沢役者はいいんですけど、ね、うん、それはもう無音とかがあったね、うん、あとなんか喋ったら怒られるみたいなとこ、そうね、あったかもしれない、うん、これ当たりハズレありました、ね、はい、お正月1月1日に初蹴りっていう、うん、わけわかんないイベントある。初蹴りで OB とか地域のおじさんたちと練習試合する。うん、うん、そうね、監督も相手チームに加わって、うん、そうそうそう、楽しそうにやるから、やるから、あ、今日は走りとかないわって思いながらやってたら、うん、で監督もあーちょっと動かないなもう体とか言うし、そう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 、でその監督にエラしこしまくる、舐めて舐めぶしまくる。OB が体育の先生に、うん、を目指して来るわ、体育の教師として来ますよね OB って。そうそう、体育教師が OB だった時、うん、ちゃんとするちゃんとする。 B チームの監督をその OB の、うん、遠征とかね、それこそ、そう、 OB が B チームのコーチになりがちだな、うん、2軍のね、うん、そうだわ。遠征って全員で行くけど、例えば A チームと B チームで、うん、そう別々に大会エントリーしたりするじゃないですか。ああ、そうね。その時に OB は B チームの監督。そうなのよね。というわけで、だいぶいいの出たよ。あ、うん、明るいスパイクのやつフェイント多い。うん、意外とパープルやってる。ウイレやるけどヒファやらない。エラシコで膝壊す。OB が B チームの個人的な。こび入りすぎてるってこれ。もうサッカー部 100% 全員大爆笑だけど。そうね、うん、というわけでサッカーバレルのあ行完成しました。ありがとうございました。